お馬ま子は、危機に伝えられる、古墳時代の皇族、理中天皇のみ子。古事記では、ご馬王。母は、葛城の足田のスクネの女、黒姫。道母兄に、四辺おし岩は子、道母妹に、大見王女。木梨慶王子、安光天皇、有力天皇のいとこにあたる。推定456年、安光天皇が、 マヨア王によって暗殺された後の公後育白の際に、死編をし岩美子と共に、後位継承の有力候補であった。日本初期巻第14によると、同年3年10月1日、死編をし岩美子が、王発世王子。だが、不意に途中で、洋劇の副兵に出くわし、三輪の祝いのほとりで、合戦になった。ほどなくして捕らえられ、処刑された。死の直前に、 ケイセラルルに望みて、意を刺して呪いして曰く、この水は百姓のみただ飲むことへむ。王者は、毒飲むことのうは、字と言って、三輪の祝いの水だけは飲めないようにと、有力天皇を図書したという。ありがとうございます。